今先端研はオープンキャンパスでたくさんの人に来ていただいて、にぎわいを示しています。この私たち先端研は東京大学11ある研究所の中でも特にユニークな研究所です。というのは専門を持ってるんですけど何を専門にするかということは決めていないという非常にユニークな研究所になってます。で、思い起こすと36年前に先端研が作られました。その頃はまだ大学っていうのはそれぞれの専門を深く追求して学知を極めるというのが大学の使命であったと思います。その活動自体は今でも全くぶれていないんですけども、今私たちに求められるのはそうした学知を極めるという活動と同時にその私たちが持っている尖った学知を社会のニーズと結びつけて新しい未来への突破口を作っていくというその活動だと思うんですね。で、こういう多様性に富んだ研究者たちの間でどうやって未来を切り開くコラボレーションを生み出していくのかというのが私たちの課題です。で、その中で私たちが重視しているのは単に言葉とか数式とかそういう理性だけで対話をするんじゃなくて心で触れ合って相手のやりたいこと私のやりたいことをお互いに心でぶつけ合って共鳴して感動を分かち合ってコラボレーションしていく、こういう力強いコラボレーションを研究者の間でもそうですし社会の皆様との間でも広く展開していきたいというふうに思っています。まさに今回オープンキャンパスやってるようにですね、社会の皆様といろいろな対話をして広くつながっていくっていうのがとっても大事だと思うんですよね。今回のオープンキャンパスで先端研と社会の皆様が広くつながれるということを私たちはとても嬉しく思っています。これからもこうしたオープンキャンパスをはじめとしてさまざまな機会に私たちは社会の皆さんと一緒になって考えていきたいと思ってますので、ぜひ気軽にですね私たちのキャンパスに来ていただきたいと思います。